はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。10月はですね25日になりました。もう月末でございますね。水曜日ですね。はい、ドヨンとしてましてですね、この部屋は23度ぐらいですね。まあ過ごしやすいんですけど、なんか日が照りませんとですね、ああなんかドヨンとしますね、気分もね。はい、今日はマーケット上げておりまして、今日は上げてますね。299円高 31,358 に今変わりました。ドル円がね、この150の壁をなかなか突き破れませんね。 149.845 と、昨日ニューヨークはちょっとだけ上げましたね。204、ですね。その他原油軟調ですね。 83.55、 なんでやろう。もう最近の原油の動きってようわからんね。はい、注目ドルウォンでございますけども、頑張ってますね。1345とまた相変わらず小忙しいですね。昨夜はほとんどお休みなしですか。はい、あらあら、最近本当に小忙しいっていうか、昔から小忙しいか、ドルウォンでございますね。はい、行きましょう。ですね、本題はですね、中国でございまして、藤和彦さん、なんか毎日のようにお見かけしますけどね、この方。現代ビジネスでございまして、今日出ました記事、習近平崖っぷち、中国経済崩壊の裏でいよいよ現実味を帯びてきた台湾の武力統一、その時世界経済に起こることという、なんともですね、こう戦場的なですね、タイトルでございまして、これはですね、いつも言う通り、これ編集が作るんですね。このね、タイトルの作り方次第でね、PV が伸びたり減ったりするんですよ。いや結構そうですよ。こんな書き出しですね。現在の中国経済は世界的には楽観視されていると。すでに中国の地方銀行では取り付け騒ぎが生じているが、中国の金融監督局はこう語るのだ。銀行セクター全体が抱える不良債権と不良化一歩手前の要注意債権の合計は 7.4 兆元、過去約150兆円。だが銀行は十分な資本と貸し倒れ引き当て金などを備えているから問題はない。10月16日付日本経済新聞と、こんな記事が出ていたんですね。当局がそう言うんであれば150兆ですよ。だいたい倍ぐらい、3倍でも450兆ですね。1990年代、日本のバブルが崩壊をしましてですね、不良債権に苦しみました。あの時の不良債権の総額はおよそ200兆円と言われています。まあ、今、中国の経済サイズは奴らが言う通りであれば日本の4倍ぐらいあるわけですね。まあ、3倍ぐらいでしょうけどね。まあ3倍としまして、ですね、600兆円があの時の日本のバブル崩壊の規模ですから、それに比べれば、この言うてるこの、150兆の3倍あっても450兆円なんで、まだ大丈夫かなという感じはしますけどね。ただこれ銀行セクターだけの不良債権でしょ。ちゃうね。ちゃうね。まだまだいっぱいあるかもしれませんで。まあこうした楽観論は何も中国当局だけではない。 IMF もウォール街も中国経済の停滞が世界経済に大きなイメージをもたらすような危機感は抱いていないと。でしかも習近平は何もしていないということがずっと書いてありますね。中国の不動産危機は他国に悪影響をもたらすリスクが指摘され始めている。国際通貨基金 IMF は13日、中国の不動産セクターの低迷がすでに回復の勢いが失われつつあるアジア太平洋地域の経済見通しを悪化させる恐れがあるとの見方を示した。 IMF は中国と貿易関係が深い輸出国、特にコモディティ輸出国が打撃を受けるとしているが、果たしてその程度で収まるだろうか。米国の政策当局者は中国経済の減速を自国への影響は軽微だと見ている。ウォール街も中国の不動産危機がリーマンショックのような金融危機を引き起こすことはないと見込んでいる。その理由は米国のサブプライムローン問題を金融危機にまでこじらせた金融レバレッジ的なデリバティブが中国ではあまり普及していないため、不動産市場の不調が
金融インフラを麻痺させることはないというものだが、それだけではないと。ほんま？さらに中国の金融システムは米国のように世界に影響を与えるほどの支配力はないと考えている。中国発のリーマンショックの再来はないとのことだが、グローバル化が進展した現在、各国経済が相互に密接につながっていることは要注意だと。まあ富士山は警告を発しています。まあこういうね、楽観論の根拠はあることにはあるんですよ。中国経済がですね、そんなに世界とつながっていないやんというで、その中国で不良債権が いっぱい出てきても、そんな関係ないやん僕らにと、そういう理屈ですね基本的には。そうなんですけどね、一つの懸念点がですね、この前別の記事を読みましたけども、中国の不動産会社のドル建て債が不良化しているわけですけども、その総額が1300兆ドルなんですよ。これはですね、1300億ドルなんですね。これはですね、2桁兆円級クラスの危機なんですね。だからですね、それがドカンといった場合にですね、ウォール街も無傷では済まないんちゃうかなと私は思ってますけどね。1300億ドルですね。だから、そうですね、20兆円ぐらい、最悪20兆円超のですね、ショックです。リーマンが確か63兆円ぐらいでしたね。ただこれは表に出てきている分だけなんで、往々にして膨らむわけですね。どうなるんでしょうかと、まあウォール街は今のところ楽観とで、ですね、それよりもですね、台湾ちゃうんかということですね。習近平主席は経済の低迷を乗り切るためにナショナリズムの高まりを利用するとの見方がある。10月11日付ニューズウィーク日本版、最も有効な手段は台湾の武力統一だろう。米軍幹部は経済より安全保障を優先する傾向を強める中国が2025年までに台湾侵攻を行う可能性が高いと警戒している。9月24日付ゼロヘッジかな。だが中国の台湾侵攻は安全保障上の問題だけにとどまらないかもしれない。そうなんですよ。それやったらね、あれでしょう、中国に対して経済的な制裁加えなあかんでしょう。そんなんで無傷でそんなことできませんよ、あんなでかい国に対して。米ホワイトハウスのサリバン大統領補佐官、国家安全保障担当は9月29日、中国が台湾侵攻に踏み切れば世界恐慌レベルの影響が出る可能性があると警告を発している。その通りですよ。経済サイズ2位の国に対してみんなで経済制裁しようってとか言うわけですよ。ちょっとそれ無理があるでしょう。でもやらざるを得ないんちゃうかなと。英国のクレバリー外相も10月2日、貿易の額が大きい台湾海峡での紛争は中国経済を崩壊させるばかりか、世界経済に大きなダメージを与えると同様の見解を示した。中国の台湾侵攻は世界経済にとってブラックスワン、事前に予想できず起こった時の衝撃は極めて大きい事象にならないことを祈るばかりだ。ということでこの記事は終わっております。1ページ目を貼っておきますね。飛ばし飛ばし読ませていただきました。女分かってるやんってことですけどね。台湾がパリンと行ったらですね、パリンと行ったら台湾でドンパチが始まったらですね、世界経済はもう恐ろしいことになりますよ。だから今のうち金買うといた方がいいですよ。金が上がりますから。まあそれはいいんですけど、25年までという話が出てますけど、早ければ私は来年やと思ってるんですね。いつも言う通り 7-3 の割合で起こると思います。その経済はね、習近平あんまり気にしていないんですよ、経済が悪化するということを。それよりもですね、台湾にの選挙で、来年の4月の選挙で頼清徳さんという蔡英文さんの後継者が総統に選ばれた場合ですね、習近平が思い描くようなですね、一国二制度による台湾統一というのはかなり遠のくわけなんですね。少なくともですね、その頼清徳さん、
確か4年任期やったかな、台湾総統。その4年の間は無理ということになりますね。で2期までできますから、2期来られたら8年ですね。そうするとですね、習近平さんのですね、第4期が終わる頃までですね、頼清徳というふうになりますと、自分の目が黒いうちにですね、台湾統一というのは遠のくわけですね。やったら早くやってやれ、早く切りつけようやないかということで、来年あたりですね、来年春あたりにですね、追っ始める可能性があって、その動きをどうやらアメリカは察知しているわけですね。だから一生懸命それやめとけよという説得を今してる最中かなというふうに私は感じています。このですね、現代ビジネスのアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。